皆さんこんにちは。ファボリムジーク音楽教室サックス講師の荒川真奈です。動画をご視聴いただきましてありがとうございます。皆さんはサックスを吹くときになかなか指が回らないな、もっと早く指が回せたらなと思うことはありませんか？今日はちょっと気にするだけでとっても指が押さえやすくなる、速いパッセージも吹けるようになる方法をお伝えしたいと思います。まずはその1ということで指の押さえ方お話ししたいと思います。サックスを吹くとき指をこんな風に置いている方多いんじゃないでしょうか。指の腹の部分を使って白い丸い部分を全て覆ってしまうような形に置く方多いと思います。サックス白い丸い部分に指を置くのですが、指の腹をしっかりと置きすぎてしまうとこんな風に力が入ります。こんな風に力が入ります。分かりやすくするとこんな風になるんですが、第一関節が反ってしまっているのがわかると思います。爪も指の色がちょっと変わってしまうぐらい力が入ってしまいます。こうしてしまうと手全体に力が入ってしまうので早く指を回すことができません。なので指の腹を丸い部分に置くのではなく、指の腹と爪のちょうど中間のこの部分、ふわっとした部分を使いたいと思います。指の腹と爪の間のこの部分を白い丸の端っこに引っ掛けるようなイメージです。端っこ過ぎてしまうと滑り落ちてしまうんですが、サックスの白い丸い部分よく見てみていただくと真ん中がくぼんでヘリの部分が少し高くなっていると思います。その高くなっているヘリの部分を使って引っ掛けるようなイメージです。机で試してみていただいてもいいんですけれど、こんな風に爪が少し立つような感じで滑り落ちないように引っ掛けてあげるようなイメージです。ベタっと置くのではなくって引っ掛ける、これをちょっと意識してみてください。もちろん左手だけではなくて右手も同じように置いてあげてください。小指の使い方はまたちょっと違うのでこれはまたお話しさせていただきます。いかがでしたでしょうか。次回は左手の親指の使い方についてお話ししたいと思いますので楽しみにしていてくださいね。この動画が参考になったよと思ってくださった方はグッドボタンをお願いいたします。動画への質問または感想、今後取り上げてほしい課題などありましたらコメント欄にお願いいたします。チャンネル登録もしていただけたら嬉しいです。実際にレッスンを受けてみたいなと思ってくださった方はファボリムジーク音楽教室までお問い合わせをお願いいたします。それでは動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。